Cicito, coto sereno, minani iute. Amen. Suis Christo nomi gumi camino ai, sereno majuare ya minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang mi kotoba no saigi o kunau mai ni, watas tasi no tsumi yo mitome yurusi yo negai masyo. Zen no no kamito, kieu dai simai no minasang ni kokuaku simas. Watasi wa omoi,言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして、旧大姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみを。祈りますよ。慈しみ深い父よ、あなたは私たちを選び、光の子としてくださいました。私たちが罪の闇に迷うことなく、いつも真理の光のうちに歩むことができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、悠々とこしえに息を収められる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。エレミアの預言。私の目は夜も昼も涙を流し、とどまることがない。娘なる我が民は破滅し、その傷はあまりにも重い。野に出てみれば、見よ、剣に刺された者。町に入ってみれば、見よ、飢えに苦しむ者。預言者も祭司も見知らぬ地にさまよっていく。あなたはユダを退けられたのか、シオンを厭われるのか、なぜ我々を打ち癒してはくださらないのか。平和を望んでも幸いはなく、癒しの時を望んでも見よ恐怖のみ。主よ、我々は自分たちの背きと先祖の罪を知っています。あなたに対して我々は過ちを犯しました。我々を見捨てないでください。あなたの栄光の座を軽んじないでください。皆にふさわしく、我々と結んだ契約を心に留め、それを破らないでください。国々の虚しい神々の中に、雨を降らしうるものがあるでしょうか。天が雨を与えるでしょうか。我々の神、主よ、それを成し得るのはあなただけではありませんか。我々はあなたを待ち望みます。あなたこそすべてを成し遂げる方です。神の御言葉。イスラエルよ、主を
ち望み、主はすべての罪からイスラエルを救われる。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。アレルヤ、アレルヤ。種は神の言葉、幕人はキリスト。キリストを生み出す人は永遠に生きる。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、マタイによる福音、主に栄光。その時イエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑のどこ麦の例えを説明してください、と言った。イエスはお答えになった。良い種よ、まく者は人の子。畑は世界。良い種は御国の子ら。毒麦は悪い者の子らである。毒麦を撒いた敵は悪魔。刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと、不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に、投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。主の御言葉。キリストに賛美。今日は、イエス様が、毒麦、畑にある毒麦の説明がしてくれました。私たちも一人一人、周りの人々は、毒麦のものがあるかもしれない。あるいは、私たちの中でも、毒麦になったこともあるではないでしょうか。この毒麦は、その悪いこと、悪魔の影響もあるかもしれない。どれだけその毒麦を取られることができるのか。神様の裁くことは最終的に私たちは良いこと、悪いこと、すべて神様が裁いていることはわかります。人も私たち心の中で、頭の中で、人の悪いことも裁いていることもあるけれども、最終的に神様に任せることも求められています。世の御言葉の際において、私たちの毒麦は何か、そして解決できないその毒麦、取れることできないところで神様に任せるお祈りによって、私たちは、イエス様と共にその力を貸してもらって、その毒麦と共に歩むことできるように、毒麦ならないように、また毒麦あるところ、私たちのこの我慢、また親切、優しく接することできるように、神様だけその裁く、また返す力があるという確信が今日のお祈りの中で私たちの心を
の中で与えられますように、願いますように。アメン。主の教えを守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。慈しみ深い父よ、すべての子から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなた誠の命、すべてを導かれる神、唯よとこしえに。アミン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。祈りますよ。喜びの源である神よ、命のパンに預かった、また御言葉を味わう私たちを救いの喜びに満たし、真理の光のうちに導いてください。私たちの主、イエス・キリストによって。アメン。皆さん一人一人、この御言葉の際に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の作業終わります。行きましょう。主の日はのうちに、神に感謝。